触れた。普通に触れた。なるほど。バリアフィールドか。レナーテがやってるのね。任せて。あ、コアを守るためにってこと？レナーテも甘いわね。この程度、私が突破できないとでも？強い。おお、解除された。弱いよ、レナーテ。大丈夫なの？守れるのそれ。これでよし。さあ、レナーテのやるコア最奥部の、最奥部のマザールームを目指すわよ。中はまだブレイクモンスターがいそうだし、慎重に行くとしましょう。なるほど。じゃあ、とりあえず行こうか。え、アロマは来ないの？さあ、どこへ向かえばよろしいのかなどこへ向かえばよろしいのかな行き止まり。よいしょ。行き止まりってか、ここ越えた方がいいんかなあ、ちょっと待ってね。ホイミン。メタルホイミン。オッケー。はい。ブク。さあ。うわぁ、もう。あ、逆に潜ってしまった。ちょっとガーッと浮かびたかったな、私。どこ？あっちか。あらこ。あそこか。あっこから一応上に上がっ、待って。あ、違う。この辺ね。うわ、怖い、ぶつかる。はい、ここから、ほいっと、上がって、こっちに入れて、オッケー。さあ、どう行こうかっていうか、どこに行けばよろしいの？これ空中飛んだ方がよくね。ほい。触れた。普通に触れた。いや、でも全然大丈夫やけどね。ほい、これで、こっちか。違うぞ、こっちか。え、これ場所合ってます？うおー、びっくりした。またしても私の迷子が、こんなところで。もうブレイクモンスターも一発！イエーイ！ってことで、こっちか。はい、コア第2層。いや、コア第2層はいいんやけど。ちょ、待ってね。はい、飛びまーす。やる気な。あー、待って。はい。お。あぶねえ。超あぶねえ。よし、飛びまーす。んで、もうこの階段伝っていけばいいよね。万能薬を手に入れた。よっ。お。そして、はい。通りますよー。いや、通れねえし。あー、キメラが来る。君邪魔。はい、こっち。よし。アモールの水を手に入れた。イェーイ。そして、あっち側に渡ろうね。あー、来る。キメラが来る。よいしょ。遅いんよね。なんか空中を飛んでいく分には全然いいんやけど。よいしょ。はい、来たー。こっからが、コアの一番奥。よし。で、あれかな？あ、落ちる。やばい。やばいって。何やってんの？危ない。あれレナーテじゃない？来た。たどり着いたよ。あれやろ？人型のやつ当たり前やけど。レナーテ。お待たせレナーテ。今すぐ自由にしてあげるわ。頑張ろう。何を頑張るんかわからんけど。もう私は何もしなくて大丈夫なんかな？起きてれなーて。これで自由になれるよ。え？ダメ。やめて。やっぱりさっきのなんか不穏な空気みたいなの。でなーて。何かあったの？どういうことなの？はっきり言って。それを使ってはダメ。もう使っちゃったよ。ふははは。もしかしてガルマザード。そんな名前やったっけ？うわー、あ、ダークマスター。ダークマスター？アイナが倒したはずじゃ。死んでいたとも。肉体的にはな。貴様に敗れたあの時、我は死んだ。しかし、あの場にあったガルマザードのマソが、我の怨念をこの世に留まらせたのだ。それって、ガルベリスと同じじゃない。マソに思念だけが宿るなんて。そう。しかし、怨念だけでは何もできん。あれ、怨念なんかな？思念だ。思念だけでは何もできん。我は新たな体を生み出す方法を探した。そこでポイントゼロにあった未完成スターシードに目をつけたってわけ。いかにも、スターシードについてはマザーより与えられた知識があった。そして読めていた。レナーテを救うため、貴様たちがスターシードを使うことはな。だから我はスターシードに潜み、貴様が起動させるのを待ったのだ。そう。貴様ら倒したはずの我を自分たちの手で復活させてしまったわけだ。なんてことだよ。神殺しで得た世界を創生する力。それを我に与えた上でな。ちょっと待って、どうなるん？また今からこいつ倒すの？うわー。もうまた世界が闇に。待って待って待って。なんか変形したんすけど、この人も。この人じゃないかもしれんけど。この姿こそは、ダースガルマ。我が新たな力の結晶である。偉大にして絶対的な力の前に、絶望しながら死ね、アイナ。レナーテ見えなくなったし。マジっすか？大丈夫？いける？いや、とりあえず、ダメージ的には全然大丈夫。てかもうこれ以上レベル上がんないからね。大丈夫かな？あ、全然もうなんか、向こうの攻撃は弱い。絶対0度。弱いよ。絶対的に弱いよ。もうめっちゃ弱い連発するけど。もう誰だっけ？ダースガルマ？プライドズタボロかもしれないけど弱いよ。あとは体力がどれぐらいあるかっていう問題かな。それまでにこっちがちょっとじわじわやられるかもしれんし、じわじわやられるほどもダメージは与えられてないか。あー待って、メダパーニャとかやめてよ。そっか、自分もか。メダパニじゃないからね。もう何変形したけど。何どうしたの？何があったの？なんか変化したよね。気のせい？ちょっとよくわからないわ。あ、今のちょっとだいぶ効いたかな。みんな頑張って。お願い倒して。アタカンタ。やべえ、緊張する。戦うをしよるだけやけど緊張する。体力は大丈夫やね。ちゃんと見張るからね。なんかめっちゃいろいろと、賢さが増したの？テンションチェンジ。力は秘めなくていいから出せよ。あ、やばいな。あれ、700ぐらいしか効かんのや。さっきまでずっと999やったのに。バージョンベータ、また。うわー、尻尾生えたよー。顔。ちょっと、いや別にそれでもいいんだけどさ、ちょっとびっくりするんやけど。首長竜になった。タイプベータ、タイプ何本まである？さっきのはタイプアルファ？別に体力が回復しよるとかそういうことはないんやろ。体力増えよるとか。あ、でも防御力とかは変わってそうやね。なんかいろんなものがアップしようんやけど、やばくね。あ、でもアップしよるとは限らんのか。減少もしよんか。いけいけ、みんな押せ。大丈夫、体力は大丈夫。おお、やったね。イエイ。タイプベータだかなんだか知らないけど、やっつけたよ。よし。うわぁ、気持ち悪い。くくく、これで終わりだと思ったか？見せてやるぞ、究極の力というものを。何究極の力って。え、もう動いてないじゃん。死んでるでしょ。え、トカゲの尻尾的な。なに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 、なんか尻尾だけ。コブラみたいになった。え？何？コブラというか土の子？なんだ？なんか尻尾めっちゃ腫れ上がったんだけど。うわ、キモ。え、めっちゃ不気味なんですけど。うわ、そこに羽。いや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 、そんな尻尾だけ生きられましても。え、また戦闘？はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。